インドニューデリーで2月21から26日に開催された自転車トラック競技のアジア選手権大会で日本代表チームの一員として初出場した静岡北港自転車競技部3年の丸山瑠唯さん18が男子ジュニアの競輪で4位に入った卒業後は日本競輪選手養成所伊豆市に進んでプロを目指す丸山さんは優勝を狙っていたので悔しい もっと練習して強くなりたい、とさらなる高みを目指す。丸山さんにとって初めての国際大会、得意種目である競輪の決勝では、他選手の落車に巻き込まれそうになるアクシデントに見舞われた。すぐに体勢を立て直し最後まで懸命に駆け抜けたが、メダルにあと一歩届かず惜しくも4着となった。中学までサッカー部だったが、現役の競輪選手として活躍する父圭一さんに憧れ、 高校から自転車競技を始めたこれまでの選手生活で最大の危機は2022年6月の東海高校総体での落車事故頭部を強打し一時は意識が戻らないほどの大けがを負ったが3週間の入院生活を経て復帰した練習に戻ってきた丸山さんを同部監督の平淳教諭52は早く自転車に乗りたくてうずうずしているようだったと振り返る 落ちてしまった筋力を取り戻すため、日々下半身のトレーニングに取り組んだ。努力が実を結び、22年度の全国選抜大会1キロタイムトライアルで優勝。23年度の全日本選手権トラックジュニアではスクラッチと競輪で2冠を達成するなど次々とこ成績を残してきた。昨年秋には、高校生での合格は難しいと言われる養成所の試験を一発で通過した。 実力が認められ、今回初めて日本代表に選ばれた。日の丸に恥じないように走ることを意識した、と語る。平野教諭は、これまで困難を何度も乗り越えてきた。今後も進化を重ね、いつか世界で活躍する姿を見られたらと期待する。目標は毎年12月に開催される競輪の最高峰、グランプリ、の優勝という丸山さん。強みを伸ばし、 足りない部分を補って、全種目で力を発揮できる選手になりたい、と力強く語った。